ハロー。トゥゲザーしようぜ。食べるやつ。なんだっけ、これ。焼きそば。インスタント焼きそば。夜店のなんとか、一平ちゃんか。UFO の方が好きなんだけど、なかなかないんだよね。こっち。いや。いただきます。こんなジャンキーなのを昼から食べてる。たまに食べると美味しいよね。毎日はちょっと胃が痛くなりそうだけど。超硬麺。私硬麺好きだから超硬い。もう固めにしないとさ、後半もうさ、結構ゆるゆるじゃない？って思うんだけど、どうでしたろ。みんながくれる質問がさ、だんだん幅広くなってきて、質問のどれ答えようかなと、全部に答えてたらさ、もう切れなくなっちゃうから、いくつか選ぼうと思うんだけどさ、何十個か、すでになんか書き出してメモしたりとかしてんだけど、どうしよう。なんかちゃんと答えを言うこと考えとかないとパッと出てこないなっていうのとかあったよ。旦那のなめな、ん？なれ初めとかさ、なんか短く言うにはどうしようとか、あんま聞かれないからね。あんまり自分のこと喋んないか、私。怖がられてるのかもね。聞いたら答えてくれなそうみたいな。仲良くなったら聞いてくれるけど。でもまあ、なんか友達IT 系だったら共通の友達いるけど、旦那と私。けどそれ以外のプライベートの友達は全然かぶらないのね。だからサンフランシスコでも友達がもうほとんどかぶってないから、私の友達は旦那のこと知らないし、旦那の友達は私のこと知ってんのかな。
どうだろう。でも旦那の今の仕事系は私のこと知らないかもね。だからなんか奥さんどんな人なのって言われて、なんか写真とかないのって言われて、これだよって見せる用の写真とかをあのそれ用のフォルダ作ってなって、携帯に何それみたいな、どの写真見せてんのよって感じだよね。そう、もういつも変な写真ばっかしか撮らないからさ、人が寝てるとことかさ、変な顔したとかさ、やめてくれってね。うん、でもまあ業界の人は知ってるか、業界の人は IT 業界の人だったら日本人は特に知ってるかもね、旦那のこと。と思う。特に日本だったら。隠してたわけじゃないけど、自分たちが付き合ってるとか婚約したっていう話は言わなかったね、外に。めんどくさいから、いつ結婚するのとかさ、結婚式誰呼ぶのとかさ、結婚式なんか仕事系の人とかさ結構呼ぶってなったらすごい人数になっちゃったの、芸能人かっていうぐらいの数になっちゃうから、全然芸能人じゃないのに。なんか難しいよね、あの人まで呼んだらあの人も呼ばなきゃいけないみたいな感じになってさ、結局仲良くない人まで呼ばなきゃじゃん。それでさ写真とかさ撮られてさ、アップされるわけじゃん。しかも仲良くないのに、なんか誰々の結婚式行きましたみたいな感じでアップされるのが嫌なわけ。だから結局もう20人ぐらいの、あの本当に身内だけで結婚式した。いや、しかもまあうち珍しいかもしれないけど、もう結婚式する半年ぐらい前に入籍してて、でも両親会ったことないわけ、両親同士がね。だから両親同士結納とかもしなかったし、会食もしなかったから、両親同士会ってないのに入籍して結婚式で初めましてみたいな。面白くない？いや、強行突破したわけじゃないよ。もちろん話は知ってるし、結婚するよとは言ってるけど、だからもう、あ、私は会ったことあるよ。私は向こうのお父さんお母さんに会ったことあるし、あの主人も私のお父さんお母さんに会ったことあるけど、両親同士がってことね。そう、面白いよね。まあ東京と福岡で離れてるけど、あのあれよ、お父さん、向こうのお父さんがうちのお父さんに出張ついでに会いに来て、二人で朝まで飲んだりとかしてたりとか、うちのお母さんが東京に遊びに行った時に主人のお母さんと飯食ったりとかするぐらい、結構ね超フレンドリーなの。なんか初めて会った気がしないぐらいの
なんかもう大人になって友達ができたみたいな感じっぽい。だから私たちいらねえじゃんみたいな、私たち抜きでご飯食べてんじゃんみたいな、超仲いいよねっていう、なんかちょっとまあ不思議な、子供も子供だったら親もクレイジーだね、ちょっと。いや、でももちろん全く反対すること、反対されることもなく、まあ向こうもこっちも返品しないでねって言ってるね。変わり者だからさ、じゃじゃ馬なわけよ。もう難しい、私の旦那さんになる人も難しいし、主人のかみさんになる人も難しいから、でお互い起業家じゃん。なんか私サラリーマンの人とはもう会わないしさ、実際会わなかったし、俺が帰ってくるときには家にいてほしいとかさ、私の方が付き合いで飯とか多いじゃん。でもちろん夜も遅く働くし、帰ってこないときはあるし、付き合いの飲みに行ったりとかもするし、給料も私の方が高いじゃん。だからまあサラリーマンの男の人は結構なんかいろいろ傷つくっぽい。なかなか厳しいね。だから紐みたいな男の人とかの方が余計来るけどね。でも嫌じゃん。なんで私養っていかなきゃいけないんだろうって私は思う人だから、まあそういう愛の形もあるんだろうけど、私は嫌だからさ、できれば対等に生活して対等に意見言い合いたいからさ、そう。だからまあ奇跡だね、私が結婚できたのは。それは主人にも言えると思う。あの人にとっても奇跡だと思う。無理だよ。ほんと二人とも変態だもん。マジじゃじゃ馬。乗りこなすの大変だと思う。普通の人だったら。ごちそうさまでした。まあ、なれ初めはちゃんと質問の答え動画で言うわ。あ、お腹いっぱい。これ気持ち悪くなるパターンぐらい食べたかな。やっぱ今日はiPhone で撮ってる。パソコンじゃない。パソコンより iPhone の方がいいっぽいね。iPhone をこうノートパソコンのここの角度に、ここにね iPhone 置いて、パソコンのこの角度で撮ってる。 なかなかね立てるのが難しい。でもパソコン使ったら楽だね。今日は天気いいから散歩でも行きたいところだけど、歩くの嫌だから。ゴロンゴロンするか、株の様子見るか。だな。イエス。私の焼きそば、トゲ出してくれてありがとうございました。ではまたね。バイバーイ。